はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、今回はブルーディスティニー、こちらをやっていきたいと思います。まあ、ブルーディスティニーは一番最初は確かセガサターンのゲームで、発売したやつなんですけれども、まあ、当時からね、多分めっちゃ人気でめっちゃ話題には、なっていたんですけれども、自分ね、セガサターンをね持ってなかったんで、ゲーム自体はやったことはないです。でもまあ、従来のね、G ジェネシリーズとかでも、ブルーディスティニーのストーリーはかなり網羅しているので、まあ今回も、こちらをやっていきましょう。ステージ1、戦慄のブルー。ミッションスタート。宇宙世紀 0093。人類の粛清を目論むシャア・アズナブルの反乱によって、地球は小惑星アクシズの落下という危機に瀕していた。地球へと落下を始めたアクシズを止めんと取り付き押し返そうとするモビルスーツたち、互いに争い合っていた者たちがただ地球を救おうとする光景の中に、ユー・カジマは確かにいた。彼をこの無謀とも思える行為に突き動かしたのは、ガンダムから放たれた青い光。ユーはその機体の姿を、かつて彼自身が乗り込み戦ったモビルスーツと重ね合わせ思い出していた。自分を救った一人の少女の記憶。そして今、自分の眼中に広がっているこの色を。時を遡ること14年前、宇宙世紀 0079-11月、一年戦争において地球連邦軍によるオデッサ作戦が成功し、地上の戦局が連邦軍に傾き始めた頃、連邦軍の第11独立機械化混成部隊に所属し、モビルスーツの実戦データを得るため各地を転戦していたユーが出会った青き死神と呼ばれるモビルスーツ。全てはそこから始まったことだった。誰か、誰か私を止めて、早くあの青い機体を破壊してください。誰か。戦慄のブルー。まあ、従来シリーズだとだいたいステージ3くらいまではあるんですよね。まあ今までね、08小隊とクロスディメンションステージ2で終わってきたんで、ブルーディスティニーはねステージ3まであると嬉しいですね。第11独立機械化混成部隊。データ収集が任務。モビルスーツを失うことは任務失敗を意味しますと。データってでもそのまま転送されたりしないのかね、リアルタイムで。でもデータが転送されても機体がなくなったら意味ないってことなのかな。
まあ、一番最初はジム3機と。一番最初は前半戦か、3ターン以内に敵軍ユニットを全滅できるか。3ターンね。例によってセーブから入りましょう。だいぶセーブデータも多くなってきたな。基本的に上書きをしなくなっちゃったんで、マゼラアタックで、こっちはジムコマンド、絶対一発じゃ倒せないんで、まずはビームガン。覚悟しやがれ。お、いいね、戦闘音楽これか。さて、いよいよ生本番だぜ。落ちろっての。よし、4300、次で倒せるな。こんなところでやられるものか。当たるかよ。マゼラアタックはね、攻撃を食らうとちょっときついんで、まあ、倒せるときにガンガン倒していきましょう。攻撃を開始する。そう、ユーカジマね、一番最初はもう全くセリフがなかったからね。攻撃を開始する。そこか。今は結構喋ってくれますからね。ここからサマナで支援をかければ大丈夫でしょう。まあ、両方当たればの話だけど。やられるもんか。ここで落としてやる。仕掛けるなら今しかないな。これで終わりだ。全力でかかれば僕にだって落とせるはずだ。落ちてくれ。めっちゃビームが飛び交ってんな。もうこれだけか。じゃあちょっとビームサーベルで切りかかって、で、そのままトーチカの方に向かおう。かわされたマジですかい。反撃不能。3600か。まあ、そりゃ交戦したからね、気づかれるでしょう。おう、結構近い。こういうのはな、チャンスステップで倒したいからと言っても反撃はできないんだけど。8600の3600か。テンションが上がったとはいえ、2発で倒せるかが微妙だな。あ、トーチカを反撃しておこう。うわー、結構やばい。敵の数が多いからな。あそこでミスったのがやっぱり痛かったな。
こいつでビームガンで倒せるかな。倒せる。でそこから9に近づいて4に入らないな。これも落ちてんか。ってことはこいつで一旦ビームガン支援 U とこれで両方当たれば倒せるでしょ。あ、そっかそっかそっか、もう2回動いたんだ。だからこれのこれでこれで U がまた動けるようになって、でこいつはもうこのトーチカを倒すでしょ。まあ2065は当たると思うんで OK と。でこれ確かトーチカを倒したらいいんだよね。ちげえし全滅だし。5000、まあヒットポイント半分以上はあるか。だから攻撃できるときに攻撃をしておくと。でもな、そうするとな、U のな、エネルギーがない。何ターンだっけ ?2 ターンとか、マジか、2ターンとか、無理でしょ、これ。これ、チャレンジ達成できねえぞ。いや、最初にやっぱりミスったのは痛かったんだな。ここは結構難易度が高いね。これだってあ2ターンってあれか、そっか、チャレンジは減ってくんだ。そうだそうだそうだ、じゃあ楽勝だ。いやー焦ったな。よし、超強気。まあ、この表示形式になれないな。よく見りゃさ、あのチャレンジ右下にあと1ターンって書いてあるね。こういうのは念には念を入れて支援を入れていこう。超強気でしっかりと当てていこう。よし、チャレンジ達成。赤い彗星。所属不明のモビルスーツ。参加して敵を包囲。ジム。識別反応とかないのかな。
まあ多分登録されてないんだろうな。結果の出撃、ブルーディスティニー1号機イグザムシステム、やっぱ攻撃力5000強いな。大丈夫かこれ。一応ちょっとこっちにいて、で援護が打てるところに行こう。エネルギーもちょっと少なくなってきてるんで、で一応セーブしよう。行動した後にセーブしちゃうとね、これで撃破されたらもう詰むんでなるべく避けたいところではあるけど、まあ大丈夫でしょう。イグザムの射程内に入ったわけじゃないんで、これは攻撃をしておきましょう。まあヒットポイントはマックスであるんで。やろう、上等じゃねえか。鳥を押さえてやるぜ。目標の戦闘レベル確認。やろう。結構食らうね。また仕事かよ。俺たちに休みはねえのかい。覚悟しやがれ。アラート、アラート。クリティカルが出ただけあっていいね。てかスーパークリティカルか。アラート、アラート。ちょっとまずいぜ。ま、でも58%。 マジですかい。イグザムシステムがなんか発動してんのか。 58% きついでしょう。ユウって超強気だっけ。超強気にはなってんな。これはマジでセーブだな。多分援護が入ったところでも倒せないとは思うんだよね。5000当たったからな。一応支援入れる。なぜ殺した、なぜ殺す。なんだ。チッ、本気で行かなきゃ。こっちがヤバいぜ。もらった。今は目の前の敵を倒すだけだ。捕らえた。ダメージ拡大。よし、7000。2発ヒットしたなこれ。ブルーディスティニー欲しいね。お、膝をついている。結構細かい演出だね。誰か私を止めて。誰か私を。逃げられた。これで前半戦は終了。青いジム、こうやってさ、青いってかっこいい感じで書いてるけど、会話してるだけだと分かんないよね。
おかしいですねって何消しちまったんじゃねえのか。しかしハッキングの形跡を残すとはまだまだだな。まあ、それは連邦軍のこういう情報を持っていけるのは内部班としか思えないからね。緊急任務。ポイント 4.7。大丈夫だ、ミカミックスたちも救援に向かうから。あ、ミデアもう墜落したんだ。ヘリコプターと戦車か。モビルスーツは少しいるね。まあまずはミディアのところに急行しないといけないからな。編成をして、あ、そうか、こんなん手に入れたね。コアファイターダブルゼーターガンダム、そうか、ビショップとかもあんのか。あれを入れたいんだよね、ゴックゴック使いたいんだけど、ドワッチって宇宙だっけ、地上か、むしろグフ外そうかな。そうするとちょっとグフ一回置いておいて、ゴックを使いたいんですよ、ゴックを。まあどっちでも一緒だからこっちを入れよう。よし、これで行きましょう。ステージスタートと。ザクキャノンを撃破。U がザクキャノンを撃破。まあ、それだけの条件であれば大丈夫だな。ミサイルでこいつをとりあえず攻撃しておこう。そこからのフルアーマーガンダム。フルアーマーガンダムね、ビームサーベルがありますからねビームサーベルがないときあるからね。これどうしようかな。このスレイブレイスとか
これなんだっけ、もう機体を忘れたな。ミッシングリンクの機体だっけ。でこのマゼラアタックはジムスナイパーカスタムで倒そう。ジムスナイパーカスタムやっぱ強いよな。であの飛行機は飛んでくるの待つか。フルアーマーガンダムは2連装ビームライフル、これをちょっとやってみよう。生きるために俺は戦う。一気に叩く。こんなマゼラトップさ直撃食らったらどうにもならんでしょう。てか食らわなくてもさ、かすめただけでもなんか蒸発しそうだよね。でこいつね移動力が何気にあるんで結構使いやすいと。まあただ武装はちょい貧弱なんだけど、ドワッチで行こう。ドワッチで、そっかジャイアントバズーカーの射程が今に使いづらいな。で、そこからゴックメガディッシュ4レベルアップ、キャラクターの方が。で、メガディッシュ4で倒していけるかな。てかメガディッシュ4とアイアンネイルだったら、でもちょっとメガリッシュ砲の方がいいかな。よし、ユニットレベルもアップ。防御力があるね。このままメガリッシュ砲打っていくか。おお、かわされた。半分くらい減ったかや、エネルギーが。まあ、これで大丈夫かな。ちょっとミデアがまずいか、このままだと。こいつらも普通に向かわせて、ちょっと一旦下げよう。こいつら戦艦の進行方向上にいるのはちょっとな、マジ邪魔だからな。でヘリ部隊はこっちに任せよう。メガビームランチャーなら倒せるでしょ。いや強いね、さすがに。でコアファイターダブルゼータガンダムって言われてもね。支援かけとくか。4400だからな。攻撃は入らない。ビショップって地上 D だよね。ってことはサブフライトシステムに乗せないといけないけど、サブフライトシステム何個入るの。4つ入るんだったらもう1個買おうかな。結構移動力の高いやつとかあったから、マスターユニットそれに乗っけて縦横無尽に駆け巡らされるか。あ、しまったしまったしまった、進行方向上にいる次こいつを速攻で動かさないと。でこの飛行機一応倒しとこう。よーし。でドアッチの方を前に出すか。これでいいかな。反撃でメガビームランチャーガー食らったーダブルゼータのさ時代の機体とはいえ、所詮はコアファイターだからね。ドワッチもレベルアップと。こいつもレベルアップ。
平均的な感じかな。エネルギーがないただ。エネルギーがないんですよ。あー、まだ動かないか。それは助かるな。ちょっと下げて、こいつを動かして、まあ、ヘリコプターは弱いからちょっと放っておこう。でビショップを上に動かすか。出した意味なかったかな、あんまり。攻撃はだって入らないっしょ、こっからだと。フルアーマーガンダム、一応射程内に入りそうだな。これめちゃくちゃ射程長いな。そして一発で倒せる。もうちょっとミディアを守りに行こう。なんか次あたりから結構敵が動いてきそうな気がするから。ミディアはやらせません。対空、これで倒せるかな。6000だったら倒せるね。防御力高いね。てか機動力めっちゃないね。機動力上げていくか。ミサイルベイト、いいねいいね。テンションも上がって、それじゃあそれじゃあヒルドルブにお任せをするか。あれ意外に火力がないな。ジオン公国の戦闘ヘリ、なかなかやるな。しかしこの強襲型ガンタンクの前ではヘリコプターなどただのヘリに過ぎない。でこんなもんでいいかな。そうすると、こいつはちょっと進めとく。てかエネルギーがねえわ。こいつに立ってはヒットポイントも減ってんのか。ビームライフルで対処できるでしょう。このマゼラをな、ちょっと取っとくか。チャンスステップ用に。全力でかかれば僕にだって落とせるはずだ。でこのマゼラアタックは倒しておこう。あ、スーパークリティカル食らってしまった。いやでももうこの段階でフルアーマーガンダムがレベル3になったのは早いな。でこいつらはまだ動いてこないか。ってことはだよ、ってことはまずこいつをビームガンでやらせはしない。倒して ゲットゲージはいいやこいつは。でビショップ、こうなんかサイコミ的なのがあるからこれを使っていこう。戦いでは常に先を読んで行動する。くそ、ジオングの前身みたいな感じかな。ビショップは形といい攻撃方法といい、とりあえずザクを元にジオングっぽいものを作ってみたみたいな。そんな感じだよね。こっちのヘリはいなくなったんで、
戦艦を進めて、艦砲射撃が入るでしょう。で、ジムコマンド、ザクキャノン、フルアーマーガンダム、フルアーマーガンダムでとりあえず一発攻撃を当ててジムコマンドで倒そう。もうスーパークリティカルは出ないから削りにはちょうどいいね。手加減持ち1人入れとこっかな、マスターユニットに。これはビーム、あ、ミサイルベイの方が弱いんだ。射程が長いけどちょっと弱いみたいな。なるほど、そういう感じか。5800、いい感じだね。でもう忘れちゃうから倒せるときに倒しとこう。やらせはしない。これで終わりだ。くそ、ジムコマンドやっぱり弱えな。歯が立たんてそれパイロットの腕じゃね。あ、イフリート、見覚えのない機体、友軍登録はされていないのか。あれ、ニムバスってこんなさヘルメットしてんだ、初めて見た気がするイグザムって書かれたヘルメットしてんだ。食材などいらん、消え去れ、死ね、愚かだな。こんなことしていいの友軍の人をさ殺してるんだよ、軍法界いいものでしょう。勝手やりすぎだな。あれ、結局増援で出てきたのはこいつだけ。いや、いらんわ、マジでいらんわ、こんなんドップとかしかも下に出てくるのか、めんどくさいことをしてくれるね。いや、普通のドップだよね、まあ、ちょっと強いくらい、ヒットポイント1万超えてるから。いや、ただめんどくせえだけだな。ビショップの機体をこっちに回すか。そうするとでもこっちから行くのはさすがにアホらしいんで待ちましょう。で、増援が全然出てきてないから、むしろニムバスも U で倒せそうな気がするな。ただみんな行動が終わってんのか。とりあえずドワッチが両方入る位置だね、ジャイアントバズーカ。テンション上がってくれ、上がらない。で、9800か、2発必要かな。いかんせんジムコマンドの火力が足りないんで、まあちょっとね経験値とかもったいないけど U で倒していきましょう。なんかね、主人公キャラで倒したりすると、主人公キャラってそのマップのねオプションパーツとかがね手に入ったりするんですよ。よし、この2人で一回攻撃を仕掛けよう。チャレンジのねちょっと達成条件を確認してから来ればよかったな。ここからチャレンジの達成内容って確認ができないよね。情報表示とか関係ないしな。各種リスト、クエストリスト、捕獲リスト、チュートリアルとかは関係ないからな。よし、じゃあまずドワッチ攻撃を仕掛ける。 73%3600 でしょ、
こーつえ全然平気じゃねえよ。6100は絶対無理。ビームガンとビームサーベルだったらどっちが強いの？あ、ビームガンの方が強いか。で、強い方でいこう。メガディッシュ方だな。で、外れる恐れがあるからな。もういいや、セーブしちゃおう。ドムのヒットポイントがやばいけど。メガディッシュ 63% 撃て。当たった。3600、4400、2500、3000くらいはさすがにね、当たると思うんだよね。いくらイフリートが相手でも。さて、ユウ、頼んだ。お膳立てはしてやったぞ。くそ、また青いモビルスーツか。このジオンの騎士たるニムバス・シュターゼンに戦いを挑むか。面白い。こっちは全然面白くないぜ。侮れない敵のようだ。そこか。愚かだな。外れた。我が裁きを受けるがいい。え、今どっから出した？グオ。さすがだな。いい勝負をする。しかしこれはなかったことになるから。いやー、命中率ね、低いね。 68% は。また青いモビルスーツか。このジオンの騎士たるニムバス・シュターゼンに戦いを挑むか。これオートモードになってる時ってカットできねえんだな。オートモード一回解除しないと。え、超ギリギリっぽいんだけど。いやマジイフリート強えわ。あれ、ミディアは爆発しちゃったよ。連邦のイグザムキ。くな、ちっ、ふざけた真似を。いやー、よかったよかった、助けられたね。てかドムがやばい、ドムが。ああ、でも4900あるんだ。まあ、ザクにはやられはしないね。で、可能ザク残しとかないと、ちょっとドップが回収できないんで、このまま終了しましょう。回避して、まあ、食らったとしても、大丈夫なんで、あ、そうかそうかそうか、でも戦艦を、多少近づけないと、回収ができないからね。まあ、ギャロップはちょっとこっちに来て、ドワッチを回収して、ゴックのレベル上げてえなー。このザクできればゴックで倒したいけど、ゴックも減ってるし、まあ、フルアーマーガンダムはマスターユニットなんでほっとくとして、こっちの部隊は全員出てるんで、まあ、大丈夫かな。ギャロップで減らしとくか。
これがあれか、隊長機のトップかな。悪いが、この辺りで落ちてもらうぜ。おい回避で OK。 まあこれも艦砲射撃でいいでしょう。とりあえず艦砲射撃をしておく。回避された強い。マジか、メガビームランチャーの射程に入れとけばよかったかな。ドップごときが、よし、レベル上げには役立ってくれたな。これも機動力が高いんだね。お、もう12レベルか、結構いったな。リーダー統制、コアファイターダブルゼータガンドレベル3。防御力上げとこう。めっちゃ防御力低いな。しまった、大丈夫か。捕獲範囲行ってないかなと思ったけど、ギリギリだったな。結構広いね、これは助かる。でゴック、ゴックのメガ粒子砲でとどめを刺す。4000 4000ってきつくねえか。対空機銃的なのでちょっと当てとこう。これで大丈夫だな。ってことはメガ粒子砲を使う必要がないかな。ぶん殴ろう。アイアンネイル 90%。 まだ負けられないから。よし、レベルアップ3レベル、機動力しょぼ攻撃力上げた方が良かったかな。25,000円、結構金貯まってきたね。サマナ強化装甲、ヒットポイントプラス2000か、結構いいね。でそう、クエストっていうのがあって、でここでね、報酬のね、やっぱりオプションパーツ報酬がね、取っておきたいんですよね。V 作戦、アムロがビームサービルでデニムを撃破、こういうのはね、取ってあるんですよね。でアムロがシャを撃破後自軍隊へ移行する、なぜか取ってあると。あとオプションパーツがあるのが、何これ一つの時代の幕引きを見るかっこいいね。シルバーランク、これが取ってないな。ジャブロー上空に海原を見た、6体内に打ち上げ中の敵軍戦艦を全滅、早くクリアしろってこと。ゴールドランク、雷鳴に魂分かれ、これまだやってないんで、腰痛ヘイムが目的地に到着3体内と。で08小隊とかも、統治下撃破、シローがギニアスを撃破とか、こういうのをやってないんですよね。なんで次をちょっと見てみると、これがブロンズ、3体内に所属不明のモビルスーツと遭遇する。出てねえな条件が解放されてないからわからん。じゃあ編成をまた見て、あれこれ何、ヘビーガンダム、あ、ヘビーガンダムがあれか、ビームサーベルないんだっけって思ったけど全然持ってるわ。4レベルと5レベルもなんかあるけどな、ちょっと解放だけはさせたいな、見たい。この陸ジム、陸ジムはなんだっけ、あ、ブルーディスティニー作れんじゃん、陸ジムから。これ作ろう。あれ、あ、レベルが足りません。あ、今ブルーディスティニーが出てきたからとりあえず見れるようになったってこと。じゃあ陸ジムもう1レベル上げよう。こいつはこれさ、12レベルって何、シルエット的にこれ絶対ガンダムだよね、ダブルゼータ12レベルまで上げろってか。
初期型ジム、ジムコマンド、あ、出てきたからこれも解放されたのかな。ジムコマンドにするか。じゃあここら辺は全然上がってないかな。ゴック、ズゴックが作れる。ゾックは6レベルか。これなんだろうね。ズゴックもね、作りたいっちゃ作りたいんだよね。まあでもとりあえずゴックはレベル6まで上げてみましょう。でね、このドップはマジいらんけど、いらんけど一気確保しとく。4600円、それなりの金になるな。設計、ドップがあるね。全設計ドップガルマザビ。変わらん。まあこんなもんかな。はい、というところでブルーディスティニーのステージ1は、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。